奈良坂、プラサード還元は、ベータ、ヒドロキシケトンからシン、ジオールへのジアステレオ選択的還元反応である。本反応は、ブブーにオメといった放キレート剤と還元剤を利用する。この手順は1984年に奈良坂孝一らによって初めて発見された。奈良坂、プラサード還元のスキーム本反応は数に示される。 六印間キレート中間体を経て進行する。放素原子への気質ヒドロキシケトンのキレートは、ヒドリドが頭の上面から転移するのに有利に働く。これは、より安定な SK 様ハイザーの繊維状態に至るためである。したがって、ナバ4からの分子間ヒドリド転移は既存のアルコールに、対して逆面からのアキシアル攻撃を経て進行する。ならさか、 プラサード還元において観察される、ジアステレオ選択性の発現の要因この反応は、アルコールと同じ面からの分子内ひどり度転移を達成するために異なる、放素試薬を利用する、エヴァンスサクセナ還元と対比することができる。エヴァンスサクセナ還元では、アンチ、ジオールが得られる。ラサカ・プラサード還元は、ジスコデルモリドといった多くの化合物の前合成に利用されてきた。 奈良坂小こいちぱい、ぽんぐ、ちゃん、ステリアセレクティブリダクションオブベータ、ハイドロキシキートンズ21、3、ダイルズハイリーセレクティブ1、3、エイセメトラックインダクションビアボロンキーレイツ、テトラドレン40、2233238 22、ドイ、10.1016、0040から4億208万6 x a ーアン、ジャイモーン、ダイアステリアセレクティブシン、 リダクションオブベータハイドロキシケトンズシックスメンバードトランジションステーツインオーガニックシンセシスジョンワイリーサンズピアニッシモ151155 ISBN 9七7804億7九1 9 9 0 4 6 https コロンスラッシュスラッシュブックスドットングーグルドットコムスラッシュブックスイコールアブジック ピコグラムイコール PA151 ミケル、スチュアート・ニー・デラー、ダニエル・デイ・ファラー、ロバート・アドマン、オスマニ・クエスターズ、エルンスト・シュミ、エミール・シャー、カール・ガンボニ、リモ・ラージ、スケール・シンセシス・オブ・ザ・アンチ、キャンサー・マリーン、ナチュラル・プロダクト、ディスク・ダー・モライド、パート5、リンケージ・オブ・フラグメンツ C1 から 6&C7 から 24& フィナーレ、ORG、プロク、レス・デイブ、 8、1 2二百3 0ドイ、10.1021、オーパス 034134J プレポック、ヘニング・ワイガンド、ステファン・ブルックナー、ラインハルト、エーブ・ダイロ・ラクトーン1、3、ダイウール・ストラテジー・フォーザー・アブテンション・オブ・トラパス・リックス、パリザース、ステリア・セレクティブ・シンセシス・オブ、エイキー・ラクトン・プリカーサー。ディービックス・アナラン1997、 1635,644ドイ、10.1002チャラック1997億1997万804ありがとうございます。